ロビンの真意を知り、奪還を決めたルフィたちは、アイスバーグが整備したもう一つの海列車に乗り、四方の島エニエスロビーを目指す。そこには CP9 に連れ去られたフランキーを救おうとするフランキー一家の姿もあった。両者は団結し、仲間の奪還を目指す。町じゃごたごたあったけど、この先はここにいる全員の敵は同じだ。いいか、俺たちはどうして。ロビンを追っていたサンジはルッチたちに阻まれてロビン奪還に失敗。ルフィたちの海列車に合流する。同じく CP9 に連行されていたウソップは無事救出されていたが、一味を脱退していた彼は逡巡の末ある決断をする。話は全て彼から聞いたよ。お嬢さんを一人助けたいそうだね。そんな君たちを助けるのに理由はいらない。私も共に戦おう。私の名はソゲキング。ウソップは仮面をかぶったヒーロー、ソゲキングに変装し、正体を隠したままロビン奪還のため一味に協力する。しかしロビンたちは CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた。大監獄への航路の入り口、正義の門を抜けてしまうと救出は不可能となる。世界政府の施設を襲うという前代未聞の作戦に挑む同志が集い、エニエスロビーでの CP9 との全面対決が幕を開けるのであった。よし、やるか。狙撃の島の狙撃キング？ウソップ君の親友で、この度君たちの手助けをことづかってここにいる。ヒーローだ。マントしてるからそうじゃねえかと思ったんだ俺は。そうか、マントしてるからヒーローなのか。かっこいいな。ナミさん、それとついでにナミさん以外のアホども、ロビンちゃん救出の前に話がある。何？サンジ君。ロビンちゃんは CP9 に何やら過去の根っこをつかまれちまってる。別に奪い返せなかった言い訳をしてんじゃねえが、敵地に乗り込んでもロビンちゃんが戻ってくるかはわからねえ。もん関係あるか。絶対許さんぞ。ゴー。やるべきことは変わらねえ。助けるだけだ。とにかくロビンと会って話すしかないわね。エニエスロビーについて簡単に調べておいた。本島全門を抜けてまっすぐ進めば裁判所に着く。さらに先、島の裏手には正義の門ってのがあって、その門を通過されちまうともう救出は不可能って話だ。あれ、ルフィは？え、さっきまでここに。こちら本島全門、侵入者を確認。ロビンはどこだ？
目指すのはあの塔だ。行くぞ。レッド。レッド。待てルフィ。まずはこの門を抜けなきゃならない。この門は通さねえぞ。よっ、そこの門番なんて反則じゃねえか。よっ、この門のスワロー天狗だ。レセッション。この門のレセッション。ここは特に敵が多いな。掃除するか。ロビンちゃんが俺の助けを待ってるんだ。邪魔をするんじゃねえ。レセッション。よっ、レッド。
待っててくれ、ロビンちゃん。今頃寂しくて泣いてやしねえかな。よっ、レッド、ロケット。悪いな、助かった。ここの守備を任せよう。油断した。油断した。レッド、そりゃ、はい、レッド、そりゃ、オーブチ、レッド、オーブチ、
この門、先ほどの門とは違うな。当たって壊せそうにもない。俺たちなら開けられる。任せてくれ。ここじゃねえな。上に登れば最後の建物が見えるか。いつまでも海軍に付き合ってる暇はねえ。先を急ぐんだ。おい、お前ら先行ってるぞ。ルフィに置いてかれないよう急いで。世界政府始まって以来前代未聞だろう。政府の玄関にここまで踏み込んだ男は。違う。ちょっと後のやつと一緒にいた牛。子供の。戦闘力の差はガレーラの屋敷で十分に見せたはずだ。そうだな。でもなんでか今はさっぱり負ける気がしねえ。ダメだ。この先の海にまたこんなに強い奴が現れるんなら、俺はもっと強くならなくちゃ。仲間を守れねえ。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。お前はもう俺についてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド。油断を。アゲット。
心の者を式で戦った時はこんなにパワーはなかったはず。世界とか政府とか手に入れろ。俺たちロビンを奪い返しに来ただけだ。エッドスパンが高いんだ。エッドスパン、ライフル、ピストル、ゴムゴムのエッドスパンが高いんだ。心しろ。お前らとここで会ってよかった。おかげでまた強くなれた。ありえん、六式使いが負ける。ゾウにブルーノが負けたってのか。おお、ロビン、よかった、まだそこにいたのか。帰って。私はもうあなたたちの顔も見たくないのに、どうして助けに来たりするの。私がいつそうしてと頼んだの。私はもう死にたいのよ。麦わらの一味が内部崩壊を始めやがったか。こりゃ面白い。ロビン、死ぬなんて何言ってんだお前。あのな、ロビン、俺たちもうここまで来ちまったから、頼むからよ。死ぬとかんとか言っても構わねえからよ。
そういうことはお前、俺たちのそばで言え。そうだぞロビンちゃん。ロビン帰ってこい。あとは俺たちに任せろ。